중화 수박 중화 세민です. 다행으로 まあ、冷やし中華とも言いますけどね、中華料理屋で冷やし中華が始めましたっていうのは、まああと1ヶ月ぐらいかかるのかな。その先陣を切って食べていきたいと思います。いただきます。うん、うまい。うまい。だから水菜とかうまいな。今日ね、病院に行ったんですよ。先週撮った CT のきっかけに行ったんですよ。それに影があるって言うんですよ。で、細胞を取って正常に回して来週をきっかけなんですけど、今度がんになったら多分回るからな。持たないと思う。三度もつながらない。まあ、でもここまで
で、須田さんの家にどうしようしようかなと、ちょっとこのクリスが覚悟決めました。まあね、寒いし、60歳までは生き上げるんじゃないかなと思ったんだけど、とても森っぽいな、これは。うまい、うまいんですよ。料理があっても、うまいもんうまいんですよね。
そういうのとは、何度も食べてやろうと思います、水を伏して食べれなくなって栄養ドリンクみたいなので必死な帰ることになる前に食べたいもの好きなものをいっぱい食べて満足したいです。今日の冷やし中華もうまいですよ。すごい。実は味覚をなくした男なんで、味の分かるうちにほとんど食べたいなと思いますね。うまいわ。もう今日まあ診断下ったわけなんですけど、これからもう、まあもう食いまくろうと思います。味覚が生まれた時は、食べたいもんも、食べても美味しくなかったから、今は分かるんですけどね。食べまくります。いいんじゃないですか。さっきも言ったけど、下の組織をドキンと切って今細胞検査に行ってるんですよね。で、来週火曜日に結果が出るんですけども、まあ無理かなと持ってる部分もあります。
まあ本当美味しいもの食べれば部屋を落ちますよ。ビールもね、ガンガン飲んじゃいます。どうせ入院したら食べ物の規制とか、どうせ酒なんか飲めないし、タバコはね、もうやめてるんで大丈夫なんですけど、酒は飲めなくなりますもんね。うん、すごく甘いな。でもこうやって今食べられただけマシですよね。一年後は分かりませんけど、まあそんなの運命ですから、引き止めていきましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。